ラジオ。このイベントは徳島市の福島住吉地区で暮らす住民同士の交流を図り、災害時の地域の連携力と防災意識を高めようと開催されました。会場には近隣の避難所マップや防災グッズを展示、訓練用消火器の体験ブースも設けられ、訪れた人はいざという時に慌てず対応できるよう使い方を学んでいました。また公園内に落ちているゴミを来場者全員で拾い集めるグリーン作戦やステージイベントも行われ、楽しみながら防災や環境について考える機会になったようです。地震とか、今いつ何が起こるかわからない時代なので、今身近にいる大切な人がそういう災害にあった時に地域のみんなで助け合っていきたいなっていうのもあって開催させてもらいました。私も今福島の住民になってますので、こういったやっぱり防災のイベントは地域で協力し合っていきたいなと思っております。